のが彼女でございます。男性に負けない力強い罰さばきでお楽しみいただきます。名前の方を高森彩香と申します。よろしくお願いいたします。彩香ちゃん、明日は、ね、茨城の方で、ね、ディナーショーが、彩香ちゃんだけでなく、うちの橋本弘樹君と、弘樹君の奥様相沢あゆみさんと、そして、梅本遥香ちゃんと、高森彩香ちゃんで水戸の駅のすぐそばだそうでございます。はい、大晦日まで頑張っていただきたいと思います。そして年明けには1月の3日です。ここからすぐそばにございます、浅草急激という、ホールにおきまして、津軽民謡、津軽茶味線の、津軽青森民謡協会という協会がございます。そちらの方の、新春公演もございますので、またね、終わりましたらチラシだけでもご覧いただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そして、ただいまジョン・カラム氏を歌い上げました。埼玉県は新座市の出身でございます。お父様が津軽三味線の、演奏家、師匠でございまして、そして、お母様が民謡歌手、そして、おじいちゃま、鳴り物の先生で、お兄ちゃんも鳴り物の先生で、妹さんは民謡歌手という、ね、もうご家族すべて親戚一同この民謡界に、ね、頑張っていただいている、ご親族でございます。はい、青森県のこの津軽三味線の本場でございます。生まれた発祥の地でもございます。青森県は金木町の大会で最高峰仁田坊賞、そして、東京は浅草公会堂で行われております。日本民謡協会主催でございます津軽三味線全国コンクールにおきまして、第22代目の日本一をいただいたのが彼でございます。改めまして山中博士と申します。どうぞよろしくお願いいたします。博士君は細棹を、これは津軽三味線なんですけどもね、細棹を芸者さんが使うような細棹の方をね、演奏いたしまして、マルチプレイヤーでございます。今日はね、津軽三味線で、お付き合いいただきたいと思います。山中博士、そして高森彩香によります津軽三味線、津軽ジョンカラムシを演奏させていただきますけども、いいなと思いましたら拍手ご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします。それではお待たせいたしました、津軽ジョンカラムシの共演をお送りさせていただきます。I got the views. I have no dragon. Because of your fabulous life. Yeah.
Bye.
呼んだら